こんにちは。ちょっと待ってくださいね。あれ、ルクアイーレ2階、ルクアイーレ2階、2階。こんにちは。お久しぶりのインスタライブです。固定見てください。今日ポップアップやってます。こんにちはです。福岡のイベントは台風でなくなったの残念です。福岡のイベントは来年やります。待っててください。こんにちは。作品全部見てます。ありがとうございます。風邪気味。いやもうね、治ってはいるんだけど鼻声が一生治んないんですよ。可愛くないこれ。プレアパの服着てます。可愛いんだ。めっちゃオーバーサイズでね、可愛いんだよこれ。明日服買って写メ撮る。待ってます。一緒に写真撮りましょう。なんかいい光ないかな。だから昨日蜂蜜舐めろって言ったのに。言われたっけ。かわいいでしょこれ。もうめちゃめちゃかわいいの。4時から8時までルクアにいます。詳細はツイッターとかインスタとか見てください。あ、お疲れ様です。普段大阪なのに出張中で行けない。あら、タイミング。女の子のオーバーサイズは正義、間違いない。黒以外もありますよ。え、これ写していいんですか。じゃあちょびっと私着てるやつは、ちょっと待ってね。これこれ着てます。これね、後ろがマジで可愛くて、デザインがこんな感じです。私はこれの黒着てます。紫もね、あります。こんな感じ。半袖バージョンもありますよ。ね、マジで可愛いんですよね。このあ、これも可愛い半袖短パンのセットアップ。これ黒もあります。白もあります。そう、マジで可愛いの。これもこれマジで好き。このシャツ可愛くないですか。
カバンもあるんだよ。帽子もこんな感じです。あ、これも。可愛くないですか？可愛いですよね。もうぜひ来てください。ポップアップ自体はルクアイいますよみたいな形でやってます。白シャツのシルエット好き。わかる、めっちゃわかる。私が着てるサイズは今 M、 M 着てるです。今向かってるとこです。待ってます。ちょっと待ってね。こんな感じです。こんな感じです。コメントが入れない。名古屋パルコ可愛かった。また来てほしい。また名古屋でポップアップするの待っててください。ショートカットに入れすぎ。ありがとうございます。これはね、シルクのパジャマです。これもびっくりするぐらい着心地いいからマジでおすすめです。ぜひ着て見て触ってみてほしい。これが緑とこれと黒あります。リュックみたいに背負えるジャケット好きです。え、めっちゃわかる。いいですよね。めっちゃわかる。もう新作もめちゃめちゃもう全部可愛いんで、もう要チェックです。なんで、9時から8時まで待ってます。ルクアで高校高校さん中でいない時間もあるかもしれないけど基本います。白シャツめちゃめちゃ欲しい。もう買いに来てください。マジで可愛いんで、多分実物見たらもっと欲しくなると思いますよ。私痩せてないですよ。なんならちょっと太りました。インスタライブめちゃめちゃ久しぶりですね。
太っても痩せても何でも可愛い。ありがとうございます。インスタライブ初めて来ました。ありがとうございます。もういつぶりかわからないぐらい久しぶりにインスタライブやりました。そう、ずっとやってやってって言われてたんですけど、なんかインスタライブやんなかったですね。なんかわかんないけど。ポップアップ行きたかったんですが仕事です。あら、仕事頑張ってください。明日もでもいますよ、私。明日もいるんで、ぜひ時間があれば皆さん来て、ツーショット、そう、2万円以上買ったら取れます。こんにちは。ドイツには勝てましたが、コスタリカにも勝てますか？勝てると信じてます。でも私はサッカーあまり詳しくないので。明日18時ギリギリやけど行きます。待ってます。ありがとうございます。風にはほんと気をつけてください。いやマジで、みんなも風気をつけてください。タイからこんにちは。こんにちは。ナナレムちゃん見たいです。会いに来てください。 TikTok 更新、そう、私すぐね忘れちゃうんですよね。気づいたら日にち経ってて、インスタの投稿も Twitter の投稿も TikTok の投稿もめちゃめちゃ日にち経ってる時あるんで、マジで気をつけます。北海道も行きたいです。待っててください。セットアップありますよ。あのチャーハン美味しい。え、マジで美味しかった。あれ沖縄は今のところ行く予定はないです。でもすごい好きです、沖縄。北海道来たら見つけたら声かけてください。名古屋パルコで会った後結局パチンコ。あら、だからダメよ。姉か妹います。お姉ちゃんが2人と妹が1人。あんまり行ってるのびっくり。そう、あそこ2回目です、行くの。すごい嬉しかったです。今一番欲しいもの、思い浮かばないんです。なんかあるかな。ない、ない。ゴルフの平均スコア教えてください。これなんかそのコメントとかでもさ聞かれたりするんやけど、恥ずかしくてあんま言いたくないんですよね。120ちょいちょいぐらいです。一番よくて101ですね。ハロー系は好きじゃないのであんまり行きません。でもハロプロ歌えます、行ったら。食事はしました。ストーリーをぜひ見ていただけると。ん？何？あ、OK。じゃあそろそろ終わりますね。
14時から20時まで、ルカいるんで、皆さんポップアップ来てください。待ってます。じゃあね。バイバイ。